にゃーき。皆さんこんにちは、野沢こと野沢美里です。今ニョキニョキっと来ている注目の方にお話を伺うインタビューバラエティ、水曜のニョキニョキニョニョキこれ、今回のゲストは舞台私のホストちゃん激突名古屋境編から広瀬智樹さん、平田雄一郎さん、久保田英俊さん、五十嵐真帆さんです。はい、よろしくお願いします。勇気役の広瀬智樹です。はい、勇気というキャラクターは、独自の美学を追求し、やっぱり全ての女性のために、ホストをやっているという、全ての女性の味方でありたいと思っている役柄と思っております。よろしくお願いします。甘いマスクの王子様、作家役の平田雄一郎です。僕の作家という役はもともとは王子様だったんですけど、舞台を通して熱血なちょっと九州男児な方の役になっております。はい、ふんわり系イナハートは熱い九州男児ホスト流星です。流星というキャラクターは、全国のいろんなホストクラブを歩き回って、今回も違うホストクラブに新しく入って、熱いハートのホストを演じています。よろしくお願いします。はい、孤高の一匹狼のハヤトをやります、五十嵐真帆です。そうですね、ハヤトの役柄は、まあ、ずっとバニラにいて、まあ、仲間思いな熱いやつだと思っております。私のホストちゃん、はい、どのような舞台になっていますか？そうですね、まあ、この舞台は、まあ、ドラマの時から続いてるんですけど、はい、そのランキングシステムというものがございまして、はい、やっぱりそのランキングによってその日のエンディングが変わって、そのやっぱりナンバーワンがそのエンディングを飾るという、やっぱ主役になれるというような舞台なので、そのどのホストにもやっぱりチャンスがある舞台でもあったりして、やっぱりお客さんはそういう面で楽しんでいただきたりとか、もう実際に客席に降りて女性を口説くという、ね、そういう時間もあったりとか、いろいろとやっぱりお客様も一体となって楽しんでいただける舞台になっていると思います。なんかホスト、プライベートでもホストっぽくなっちゃったなっていうことってありませんか？プライベートホストっぽいというか、もう写真撮ったりするに自然と、今まで絶対こんなことしなかったのに、結構口元に手がいったりとか、腕組みが多くなった気がします。あれなんでですかね、こうやればちょっとホスト感出ますよ的な、なんかあるよね。なんか他の芝居だったら、お芝居だったらポケットに手突っ込んで歩くとかなかなかないんですけど、僕の中でなんかホストってなったら片方はポケットに手入れながらとか、そういうのちょっと意識してます。じゃあ普段もこうやって歩いててマサ君は、僕普段結構ポケットに手つこだって肩で歩いてますね。肩で風切ってそこまで行ってないよ。この舞台はランキングシステムがありますが、はい、工夫していることとか1位になるために、はい、僕はですね、ランキングに対して、はい、まあ、上位ではいたいんですけど、はい、1月31日誕生日なんですよ。だからその日はちょっと1位にならないとダメだなって思ってるです。はい、さりげなく今もうこれ見てる方が見てるっていう、うん、でもね、なんか誕生日だったかな、うん、いや、何か秘策とかはあるんですか？秘策、まあ、ランキング上になるため、はい、いや、やっぱりその接客ですよね、口説きの。そこでやっぱりなんか目の前のお客さんの目の前に行ける機会ってそんぐらいしかな、多分ないので、はい、そこでいかに自分を出してキュンとしてもらえるかどうかが多分勝負なのかなって思ってます。はい、意気込みを聞いたので、ノーザのことを口説いてほしいです。おっしゃ、はい、おっしゃ、まさかの展開です。シチュエーションテーマはお正月で太りすぎちゃった私です。ああ、なるほどね。オッケー。お餅って美味しいよね。美味しいね。お正月いっぱい食べたら3キロも太っちゃった、うん、本当だね、うん、ふっくらしちゃったね。本当だね、ひどい。え、俺ひどい、ひどいと思う。うん、俺でもふっくらしてるお前の方が好きだよ。え、本当かな。うん、やっぱりね、うん、女もちゃんと食べなきゃいけないと思うんだよね。なんで？ダイエットとか関係ない、しなくていい。お餅好き？大好き。ほんと？うん、一緒に食べるよ、今度。どんな餅が好き？きなこ。きなこ。じゃあ俺が粉から作ってきなこ餅作るから、お前のために。
それ100個食ってね、うん、食べられる。なんかキュンときませんでした。そうだね。基本的やな、投げな、しかも決まってるの。そうだね。じゃあチェンジで、次じゃあチェンジは。こたつでゴロゴロするのが好きで、ずっとゴロゴロしてたら太っちゃったの。本当？お仕事で。そっかそっか。え、なんで太ったら嫌？嫌。本当？うん。そっか。でもさ、世の中的に細い方がいいって言うでしょ？うん、言いますね。でもさ、俺は今ぐらいがベストなの。え、誰のためにじゃあ美しくありたい？猫。猫？そうだな、猫か、うん、じゃあ俺もお前の猫になりたいな。あ、キュンとしたかも。よし。いいとこで終わった。これで感想を言ったもんね。これで終わりですよね。まあ確かにルールはね、感想が。みかん好き？みかん大好きだ。みかん、まっぱい。まっぱい？まっぱい、みかん。聞き映え、うん、バイマイバイバイ、あ、俺博多出身やけどさ、福岡出身さ、あ、私ってあれみたい、モツみたいに太っちゃった。モツみたいに太っちゃった、うん、あ、食べ過ぎちゃった正月、うん、なんかモツのもちもちの部分みたいになっちゃった。あれね、でもコラーゲンだからめっちゃ体にいいんだよ。本当？うん。それでね、食べ過ぎて太っちゃったの。みかん、その太ったって基準ってさ、誰がどう決めたの？体重計。体重計？うん、別に見た目は太ってもないし。本当？俺は全然気にしてないよ。でも、うん、ありのままのお前でいいんじゃない？でも太ったんだよ。太ってないよ。本当？全然。俺はお前のことが水筒バイ。あ、バイ。バイ。はい。おおおおマジか、このクラブだいぶ斬新だな。これはすごいな、普通にやるより面白い。ちょっとポン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 、なんかタヌキみたいになってきちゃった。いいじゃん。なんで？俺タヌキ好きだよ。ほんと？ポン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 タヌキ好き？うん、タヌキ好き。え、3キロ分のタヌキも好き？なんで3キロなの？うん、体重計で言ってた。え、もしね、3キロ太った？そう、お正月で。はぁ、いいじゃん、別に。ポン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 。早くくどいて。あ、ごめんごめん、遊んでた。くどいてほしいの？うん。でもさ、別に3キロ太ったってさ、うん、だってさ、餅食ったら誰でも3キロ太んじゃん。だけど、その3キロ分さ、俺に抱かしてよ。ポン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 ポン。はい。はい。なんだよ、ポンって。やべぇ。くどく。いや、面白い、面白い。ね、もうじゃあ今、もうランクつけてください。ランク、うん、はい、お願いします。うん、なんかポンポンが印象的すぎて、うん、他忘れちゃいました。おいおい、え、今までの時間、え、そう、ポンポンが1位です。マジか、おい、キュンとした今。言うんだよ、何やこれ、一緒の空気やな、何やこれ、にゃー。